どうも、MAKO まこです。よろしくお願いします。はい、今回私の出身の島根県のね、おすすめスポットっていうのをね、紹介したいと思いますね。まあ、島根県って言ったら皆さん田舎、まあまあ私は実際田舎なんですけど、まあどこにあるみたいに言われてるんですけど、まあ出雲大社とか、まあ世界遺産の、あれ、そう、石見銀山遺跡だったり、あのサンドミュージアムってわかりますかね、サンドミュージアム。あの1年単位の砂時計があるんですよね、1年単位の。うん。まあ島根県、あとは CM にもなってます。あの CM にもなってる、あのベタ踏み坂だったり。まあ、そんな、いっぱいありますね。まあ、あとは、まあ、出雲大社とかのイメージが強いですけど、いっぱいあるんですよね。その中にも、ピックアップしました。まあ、安来出身なんですけど、自分は。キララ滝、あの、ビーチ。道の駅で、キララビーチっていうのがあるんですよね。あの、ハニーワークスさんの曲の、キララっていう曲の MV のモデルになったのが、ここなんですよね。まあ、夜とか、あの、夕方がおすすめですね。夕焼けがほんと綺麗なんでね。出雲大社行ったら、つい、どうぞみたいな。で、沖ノ島にジオパークもありますからね、島根県。まあ自分はあんま行かないんですよね。沖地方、出雲地方、石見地方。だから石見銀山とかは浜田とか、そう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 になるので、そう、アクアスですよね。あの、順番、アクアスあの白イルカ、あの、バブルリング、幸せのバブルリングっていう。水族館ですね、これは。あの、ソフトバンクの CM でも、一時期話題になりました。で、余談ですけど、白イルカって、クジラですからね。あの、イルカとクジラの大きさっていうのは、違いっていうのは、この大きさなんで。で、松江城、国宝にもなりました松江城ですね。ぜひ行ってほしいなと。あとはなんか、不時の丘とか、まあ、いろいろありますけどね、NHK。NHK じゃないや。松江には。そうね。まあ、島根はね、いいところなんでね。皆さんもね、こういう状況ですけど、こういうマスクとかしますけど、遊びに来ていただけたらなと思うんですよね。まあ、そういうところですね。今回は以上です。バイバイ。